マッチするつかの間海に切りふかし密出するほどの祖国はありや。はい、ご存知、はい、寺山修司、一代のね絶唱と言われる、はい、やっぱどうしても短歌の代表作はこの一首になるんじゃないかっていうね、うんうん、でももう歌人としてね、はい、もうあまた、うん、たくさんの歌を残してますからねこの人は。歌人で詩人でそれから俳句でしょ。そうだって早稲田で俳句会大橋巨泉と一緒だったんだ。そうあちなみにねご存じない方のために大橋巨泉の巨泉さんってあれ俳句を読む時の俳号だからね、はい、いいよね今や誰も分かんないよねそうそうで俳句読むでしょほんで劇作家で、うんね、演劇実験室天井桟敷の主催者で、はい映画監督で小説家で、はいねあと競馬評論家でってもう数数え上げたらそのもう顔がいくつあるんだっていう、まあ、そのいくつもある無数の顔の一つ映画監督としてのまあ代表作になるんだろうね。やっぱどうしてもこの一本でしょう。はい、今回は、アンダーグラウンド日本におけるね、アングラという言葉を一身に背負ったと言って過言でない、はいはい、うんざりするような才能の塊だったこの人、うん、寺山修司原作脚本監督作品。才の河原に集まりしってね田園に死すで。いやいやこれさ、うん、まずさ、うん、なんで田園なのっていうねもうそこから分かんないんだよねこれね。これね田園じゃないんだから、うんまあ、そうそうそうもう、うん、恐れ山なんだ。いやそうそうそう本当ですよ。で昭和49年というから俺の生まれた年だ。折島さん公開が折島さん本当に因果の生まれだね。因果だねそうそうそう俺が生まれて2ヶ月ぐらいの公開になるらしいんだけどそうそうそうまあそれだから半世紀経っちゃったわけだ。あ、そうか、50だ、50歳、何がおめでたい。いやいや、なんで佐藤愛子になってるの。俺草笛光子じゃないですから。そうか。ごめんごめん。この田園に死す。いやでもね、これ俺ね、もうまさにね、この寺山修司という人とのね、もう映像作家寺山修司との出会いに、ほぼ。もうこれですよ。ああそう。これたまたま僕が日本映画を無作為にランダムにもう片っ端から借り倒したり見倒したりしてた時にぶつかった作品。まだこの頃15、16ですよ。ああそう。もうまさにこの私ですよ。その年の少年にはね。もうびっくりしちゃったよ。もうまず最初から大工町、寺町、米町、仏町、老婆顔町、荒津や燕を。寺山さんのその読んだ歌の数々がさ、ぶっきらぼうな調子で読まれてね。それ主にふるさとの歌。こんなふるさとの歌でこんなないでしょ。ない。なんとかの。仏壇会に行きしまま行方不明の弟と鳥。そうよく出てくるね。そうなんかそんな感じじゃない。そうそう。それでさ荒涼としたさ恐山のさ原風景がさ映ってさでその後こう本当アンダルシアの犬みたいにさこう不気味なさもう本当によくわかんないさ黒マントに片目だけ眼帯のババアの群れがさとかさゾロゾロねとかもうもういいかいとかさ隠れんぼしてる最初はねそうまだだよっつって子供たちがどっか隠れてもういいかいもういいよっつったらさその隠れてた子供たちがさ急に兵隊になったりとかさ爪襟な国防婦人会みたいな格好になって爪襟姿なんだけどどう考えても顔だけ大人とかね。そうなんだよもうそういうのがもうなんじゃこりゃと。だからね本当にねその怪しきビジュアルの洪水、もうどのカットどの場面とってもね極彩色のねだから本当映像で見る見せ物小屋っていうかでまあ実際犬神サーカス団って見せ物小屋も出てくるんだけどそこで空気女って言ってねこんなブックブックのそのまあ衣装なんだかなんだまあ一応衣装なんだろうけどこうねでもあれなんかはさ非常にさこうまあベタなね隠喩じゃないかと思いますけどこっちが勝手に思ってるだけですけどつまりねねえ膨らましてよっていうさ。春川真澄がねうまいんですよ。空気女なんですよ偽物小屋の。あれはでも寺山修司がラブレター出したらしいね、はるかますみにね、また素晴らしい女優さんだっつって。それでその空気女はさ、誰かに空気を入れてもらわないとしぼんじゃってんですよ。だからそれこそほらパンクした時の自転車をこうやってやるようなあれで空気入れられるんだよね。それをね、オーマイキングの怪力男っていうさ、力っていうふんどししてる、分かりやすい力っていうふんどししてる男、あの大前仁はさ、海坊主みたいなやつ、そうそうそう、大前仁は覚えてらっしゃいますかね、仁義なき戦いのさ、第三戦の代理戦争でさ、プロレスラーのやつ、そうそうそう、でね、ヒロノたちさ、ね、菅原文太のヒロノ正蔵とさ、加藤武史の内本とさ、あの辺が主催の興行のさ、プロレス試合でね、で今一つ盛り上がってないから、もう一回試合してこい、ガシャー、試合終わったらな、ミス広島抱かしちゃる言うとけっつって、あの大前仁さんね、あの大前仁、それがね、サーカスの一員でさ、それでね、こうやってこうプシュプシュって、あれはだからさ、つまりまあそう性行為をさ例えてるわけだから、例えてるからああいうふうに表現してるわけじゃない。そしたら当時のさ、小人プロレスのさ、ミスターポーンっていうさとか、こうやって物陰から覗いててさ、それが見せ物がなかった、一寸法師のやつ、そう一寸法師で、それで大前仁を突き飛ばしてさ、この野郎また人の女房膨らましやがってって、また人の女房膨らましやがってこんなものがあるからいけないんだっつって、空気入れパンってついちゃってね。そういうのがね、もうとにかく面白いよね。そうエピソードの胸が脈絡もなくポン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 とこう掘り込まれてって、それはとにかくでも一つのね、村の中の出来事でさまざまなことがあって、でも主人公はさ、つまりもう寺山修司の少年時代を完全に憑依してるわけだけども、彼は出たいんだよね、その町を出たいという願望にとらわれて13子ですよ。でさ、その少年だってさ、なぜかほら白塗りでね、顔だけ白塗りでさ、こっからね、こっから上だけ白塗りなの。そうそう、あとはもう普通で学生服着ててね、いつもね下駄履きでさ、そんでさ、でまた母親が不気味じゃないの、あれがもう辛いんだよ本当に。もう俺もあの頃さ、やっぱ母親とさ、やっぱりそういう時期ですからね、10代ってさ、もうね、もうなんかもう見てるうちにね、あ、これだからこれはもう言いたくないですよ、これは俺の映画だって俺の映画だで、やっぱ白塗りにしてるってことはさ、白塗りにしてるってことはね、つまり誰しもがさ、自分を固くできるわけですよね、自体がないんだから。私には隣にはね、八千草薫みたいな美しい嫁さんいなかったよ、いなかったけど、でもかなり違うけれども、やっぱりどこかやっぱ母親の監視というか、母親のね、そういうところから逃れたい、家を実家を出たいっていう思いは、ここではない、他のどこか、ここではない場所へ、そういうのはちょっと恥ずかしいけど、いやいや、まあでもこれだと、これはそういうことじゃない。そうだけどね、いや全くそうでね、でね、言いたくないけど、まさにね、それをお察しするから言うんだけど、そういう恥ずかしさって、こっぱずかしさね、今となっては振り返った時にそのこっぱずかしさでもこれはね、通過儀礼みたいにしてね、あ、ここに書かれてることは俺だって言って没入しちゃう、それをやって読むものを引っ張っていくってね、寺山さんのねこの電撃システム全く共通のは、まさに郷土青森の大先輩で言えば太宰治ですよ。そうですね、太宰治の小説がそうじゃない、太宰文学ってそうじゃない、ああ、ここに書かれてるこのもだえ苦しんでるのは俺だと、このシチュエーションは俺の今置かれてる状況、まさに俺のことを太宰さん語ってくれるっていうような感情移入を、その絶妙のメフィストフェレスみたいに引っ張っていくっていうね、その青春の悪魔の誘惑ですよ。そういうものってね、俺よく似てると思う、寺山さんは。まさにその太宰治さんとね、ある種その共通の、ほらね、君ね、俺が言って語ってるのは君のことだよっていうような、その誘惑性、中毒性っていうかさ、だからね、くしくもね、そのだから少年時代からその青年になるにかけてのさ、そのやっぱこのどっかこの門をくぐるんですよ。わかるわかる。ただ太宰治より後発だからっていうわけじゃないけど、やっぱり寺山修司さんの方が俺はね、文章としてはとか、やっぱり映画の演出ね、まあ太宰治の映画撮ってないから僕は何とも言えないけど、いや、ただ語り口というかね、提示の仕方がね、俺はやっぱり寺山修司の方がやっぱ好きなんだよね。どうしても太宰さんのね文章はね、ちょっと恥ずかしい恥ずかしい、ちょっと面々と、いやそれさ今読めないですよね、ちょっと嫌なところがあるんだ。だってさ、子供より親が大事と思いたいとかさ、うん、もう今さもうってなっちゃうよね、うん、なんかさまあまあまあそれはまあ置いとこ置いとこ、俺がごめん余計なこと言っちゃったから、うん、まあまあ戻すと寺山さんに話を戻すと本当ねだから一見こう非常に奇妙なさ、うん、設定だったり人物しか出てこないんだけど、うんうん、どこかこう自分の身に置き換えられるようなね、うんうん、何分の1か万分の1ぐらいでもこうどっかがねチクッぐさってくるようなね、うん、でそういうものの2時間なんだ、うん、でそれをね、まあ、劇中劇というわけじゃないんだけどその映画の中でこう客観的にこう引いてね見てる、まあ、もう一人 その主人公がいてそれがそのね、まあ、菅貫太郎現在の寺山修司だよね、うん、今言ってしまうね、まあまあらしき存在として出てくる、うん、で菅貫太郎って言ったらさいやいやもうまあまあ我々最初はでも、うん、映画だとね、うん、やっぱ13人の資格のもうそれはもう絶対最古殿様なんだけど、うん、そうもう肉肉しやばあれ以上にね俺やっぱりね自分の映画体験でね、うん、もうスクリーンに向かってそのこう歯ぎしりしながら一刻も早くこのクソ憎たらしいこいつを殺せって絶叫したくなったのはね、うん、もうクリント・イーストウッドの「ダーティー・ハリー」第一作で犯人役やってたスコルピオのね あのスコルピオと13人の刺客工藤栄一監督版の、うんうん、あの殿様ですよ。あの悪逆ね悪徳非道の殿様、それをさもうにこれ以上なく肉々しげに演じてたのが菅貫太郎さん、で実際彼の俳優としてのキャリアでもね唯一の主演作になるんだねこれが。まあそうだってね、うん、その菅貫太郎で菅貫太郎って言ったら11人の侍でもやっぱりさ暗殺の対象になるさ、あの頃は結局悪い殿様やってたもんね、東映もね、うん、ずっとあの路線だったじゃない、うん、でそういう役ばっかりやらされることにさ菅さん自身がなんかすごい不満持ってたらしいけど、ね、嫌だって言ってましたよ、うん、まあ、それは演出家が才能がないみたいにものすごい厳しく切り捨てたらしいけど、でもだから、うん、この映画は、うん、菅さんがこう面白そうだから面白そうだから出たいですよって言って、うん、それで、うん、望んでね出演したわけ。ちょっと爽やかだよね。いやこの人も基本的にはいい男だからね、うん、いい男、まあちょっと癖は強いけど、まあ、だけど、うん、髪なんかこんなさこうねちょっと七三気味にしちゃってさ、七三というか六四というか、うんうん、感じにしてね。いや、うん、でもねやっぱり変に色気はあるんですよ。あるあるある、うん、でその20年前のつまり少年時代の自分とこう対話しながらね、でだんだんそのねうん、まあまあ独特の寺山節というかね最終的にはこう母殺しみたいなさような、まあ、もちろん精神的な意味でのねなっていくっていうその、まあ、修練していくんだけど、その少年時代の、まあ、主人公の寺山修司を演じてるのがさ高野博之君っていう、もう名子役ですよ。この子がさ超人バロムワンですよ。バロムワンでバロームやってた子だよね。超人バロムワン。折島さんはリアルなの？俺とね間に合ってない。あれ昭和47年ぐらいだから俺再放送かな。あ、そっかそっか。で俺バロムまたねこれ話これはねいいじゃないの。まあ我がね暗黒名画さんならではの脱線ということでね受け止めてほしいんだけど、超人バロムワンって俺何で覚えてるかって言ったらその後のスーパー戦隊シリーズとかにもつながっていくことだと思うんだけど。悪役の組織というかさ、敵役ね、うん、悪の組織がさ必ず出てきてさ、そのバロムワンの怪人たちってさみんなゲルゲってつくんだよね。覚えてる？何々ゲルゲってつくんだよ、おこぜだったらおこぜルゲとかさ、あ豚ゲルゲとか豚ゲルゲとかイカゲルゲとかさ、なんとかゲルゲってつくんだよ。あったあった、うん、俺もね後でねうんと後で見たけど、なんかもう手のひらだけのやつとかね、そうなんかすごいのがいるんだよ。妙に気持ち悪いんだよ。一応俺不気味だったのがさ、首ゲルゲって両手の先が生首なんですよ。ちょっと笑っちゃいけない。両手の先が生首でこんななってさ、怖い。そうそれがね人間をねそのエネルギーの源にしてってもう人食い人種みたいなやつが出てきてさ、えらいキャラクター設定だなと思って、それに立ち向かっていく少年、その白鳥健太郎君って役なんだぜ。そうだそうだ。だからね要するにさのパワーでさ少年純粋なねその魂の持ち主の少年2人がなんかもう一人いるんだよね。そう腕クロスさせたら超人バルモアになるっていうね変わった設定のね特撮ヒーローものでね、でそのでねその悪役のねなんとかゲルゲってね一番俺ね腹かけって言われたのがさ唇ゲってのが出てきたんだよ。あ、唇が有名だよね。巨大なね要するに唇ほんと巨大な唇でこんななって出てくるんだけど、そいつの武器がね口が臭いっていう。もう死んじゃいないぐらいああくさいものすごい口臭の持ち主で、それで敵を仕留めるって、それ俺さ、それ遅れてきたネズミ男みたいな設定じゃねえかよっていう。本当だね。なんだよその武器っていうね。その唇毛ってこんなさ、そういうような怪人が出てくる超人バルムワンで、バルムワンやってた子役の子が高野博之君って、それが少年時代のテレビシリーズで出てくるっていうね。そうだね。まあまあ美少年ですよね。まあ白塗りですけどね。ホンソンですよ。可愛い。あとこの後さ、もうちょっとしてからさ、女王蜂に出てたよね。ああ、そうかそうか。お姉様の手紙を見つけてしまったの。そうか。あれも高野。ああ、そうだよね。そうそう、横溝正史ね、原作の近代シリーズ。角川映画の。女王蜂も出てましたけどね。いいね、そういう話ももっとしたいところなんだけど、まあ広がりすぎるから戻しましょう。で、だからもうまあね、これはもうね、なんていうか、もうどういう流れでっていうよりはさ、まあ一応ね、菅貫太郎のその私、現在の私という人物がね、映画を撮ってはいたんですよ。映画を撮っていて、途中まではね、その彼の監督している世界のその故郷ということだと我々も思っていたんです、思っているというか、付き合わされて、あ、なんだこれは菅貫太郎が撮ってた映画なのかって、途中で試写が終わってね、今日はここ、まあ、今のところここまでなんですけどなんつってさ、でその後、先輩のなんか評論家かなんか、これは木村勲でさ、だからまたこれもシックないい味でね、7人の侍の一番幼かった勝四郎のね。で、記憶っていうのはこう変えてしまうもんなんだよとか、だからいろんなことを言って、じゃあ君に一つ面白いクイズを出そう。もし、君が何百年前にタイムスリップして君の3代前のおばあさんを殺したら、今の君はどうなっているかってなことをなんか言って、そこから彼は自分の親をね、殺したらどうなるんだろうっていうことをこうそういう思いを抱きながら、こうイメージの世界にまた入っていくと、そうすると過去の私と直に会うというイメージシーンが今度出てくるわけですよ。でこの2人が対話して、今度後半にもつれ込んでいくんだけど、だからやっぱりね、記憶ってよく私も思いますよ。記憶っていうのはね、やっぱ美化されるって思うんですよね。だから自分でそれは実際にそうだったかもしれないけどね、明らかに自分の中でね、そう思い込んでいるから疑わないけれどもね、僕の中で綺麗な思い出にしてしまっていることがね、いくつかあると思う。いや、そうですよ。全く俺もそれは同様でね、皆さんも同様だと思いますけどね。でそれをでも寺山修司は、私の過去は私の嘘だったのだ、いやー、そこで同じく青森県小泊出身の英雄三上寛が、まあ髪こんなふさふさでさ、私のふるさとは私の嘘だったのだ、夜カラスが鳴くと人が死ぬ、青森県はまさかりの形をした下北半島によってね、この独特のそのこうね、呪い語りみたいな、こうなのだはもう飽きたのだ、たかが人生とか、なんかね、カメラに向かってね、ずっとカメラ目線でね、すごい。その意味ではね、オール青森県が生んだスターたちが、こう実は要所要所に映ってるっていう意味でね、あえてスターと言うけど、例えばね、俺の大好きな稲勝平さん。稲勝平さんさ、名前は出てんだけど、どこに出てんの？あ、気づかなかった？あのね、2人がさ、だから菅貫太郎と母親がさ、飯食ってる、あと菅貫太郎と少年が将棋指してる、ね、中央で、でそこで散髪したりしてる。そう、散髪や、ひげ生やして散髪。あれ稲勝平さん。あれ稲勝平さん。セリフ一言もなくてずっとね、そうそうそう、子供の頭、お客の頭買ってる散髪で出てくる稲勝平さん。稲勝平さんといえばね、でこの映画当時はね、青森放送に勤務されてて、寺山修司監督自身の依頼でセリフないけどこの役やってくれって言われてるんですよ。そうですか。そう、稲勝平さんといえばさ、もうそのね、津軽弁を駆使してね、もう和芸人ですよ。そう、もう見事なさ、もう語り、もうトークの達人。俺はもうガキの頃からさ、でね、一回東京進出してね、勝平アッコのおかしな2人とかさ、いろいろ番組やってたのよ。東京進出仕掛けたこと、まあ仕掛けたってかされたことあったんだけど、まあ残念ながら短い期間でね、その青森に戻られちゃったけど、俺はもういまだに好きでさ。でそのね、稲勝平さんと勝平さんがね、昔ね、ダビオン劇場っていうね、ダビオンひらがなでダビオン、まあ津軽弁のあれから来てんだけど、ダビオン劇場ってとこを根城にしてね、その13日の金曜日っていうトークライブをずっとやってた。そのね、ダビオン劇場の創設者で。カッペさんの先輩でね、牧良介さんっていう、まあ、この人ももう青森じゃ伝説のいろいろライブハウス運営したりね、まあ、自身も表方として舞台に立ったりっていう人だった、まあ、カッペさんよりだいぶ先に亡くなっちゃった人なんだけど、この映画に出てんだよね。でこれね、牧良介って、まあ、せっかくだからお話しするとさ、カッペさんのね、そのエピソードトークでさ、もう必ず、まあ、俺もその稲カッペさんの話する時、ね、よく引用させてもらう。2人で刑務所を慰問に行ったとね、刑務所にもう本当さ、もう昔のイメージがあって、あの全員あの横島の制服着てるんじゃないかとかね、コントに出てくるような、こんなあのでっかい鉄球を足に足につながれてんじゃないかとか、そのみんないかめしい顔してさ、何言っても笑わないんじゃないかとか、もうひたすら睨みつけられてるだけなんじゃないかとか、最後殺されね、なんかね、下手なこと言ったら殺されちゃうんじゃないかとか、ビクビクもんで言ったら、普段抑圧が強いもんだから、何言っても本当に箸を転がしても笑うんじゃないけど、どんなくだらないダジャレ言ってもね、ガンガン受けて笑ってくれると、なんかもう本当にね、稲カッペさん出てきてね、おめえか、明日試験のおめえなのおめえかなんつって、それもうとにかくね、なんでもその受けるもんだから調子に乗っちゃってわーっと盛り上がったと。そうしたらさ、後の出番のね、牧良介さんが出てったら、もうすっかり気分がほぐれちゃってるもんだから、それまでガチガチだったのほぐれちゃってるもんだから、いやー、私も今は飽きてカッペさんの話皆さんと聞かせてもらってましたけど、本当に皆さんご機嫌よく笑ってもらいますね。いやもう本当に嬉しい限りでね、昔から言いますよね、ユーモアの分かる人にっつって絶句しちゃったっていう。悪い人はいないってユーモアの分かる人に悪人はいないって言おうとして、目の前に300人悪人しかいないから。それまでの間天を見つめて、もう十数秒間絶句したのが無限の長さに感じられたっていう、まあ、カッペさんのいい話があって、その時に一緒だった牧良介さん、そのね、愛すべき先輩だった牧良介さんもこの田園にシスでは出てるんだよっていうような話もさ、これやっぱりその村人とかで出てるかな。それがね、ちょっと牧良介さんだけどこに映ってるかちょっとまだ確認できてないんだけど、まあまあそんなこんだってさ、これさ、トラコームみたいな、なんか眼病みたいな眼帯したおばあさんとかいっぱい出てくるじゃない。もうね、俺ごめんね、何度もイメージの洪水っていうけど、そのアレハンドロ・ホドロフスキーのエルトポとかさ、あのピエール・パオロ・パゾリーニとか、あの辺とやっぱり通底するとこがあって、そのね、だってほら明らかにさ、もうくっちゃくちゃにその塗ったくったさ、でもシワだらけのまあおばあさんがね、おばあさんだよ、そのこうバスガイドの役で出てきて、その後さ爪襟のでね、制服制帽なんだけど、みんなじいさんなんだよ。みんなおじいさん、それがね、恐山の橋をね、それがさ、みんな白塗りにしてさ、藤原鎌足みたいな顔したさ、じいさんがさ、制服制帽でさ、爪襟でこうやって歩いてるとこが一瞬だけ映ったりとかね。あとほら、川をさ、五段重ねのひな人形、ひな壇がさ、ひな壇ね、ひな飾りの人形がさ、そのね、こう川をずっと下っていくとこから、ただこう、あれは強烈だよ、強烈なイメージ、あれは強烈ですよ。その前にさ、その間引きとかがあったりして、それの後にね、本当にメイン、まあ言葉あるけど、本当にさ、そのメインディッシュのに出てくるんだよね、ダーンと。そう、あれもね、ひっくり返ったね、ひっくり返った。さっきね名前出たけど、八千草薫がね、八千草薫さんがその本当にこう色っぽいさ、人妻の役で出てくるんだけど、あれ旦那の役がさ、要するに隣のね、その村のそのまあ実力者というか、その大きな家なんだよ、隣は。でね、なんかね、役名はさ、桃引きっていう役名になってたんだけど、それ斎藤正治って当時の映画評論家で、日活ロマンポルノの裁判とかを6本書いてたよね。その斎藤正治さんが八千草薫が嫁に行った先のもう長男の役でさ、それで母親が原千なんだよ。俺原千がさ、もうさ、とにかく気持ちが悪い。原千が世界、この田園にシスワールドの中の漫画太郎のさ、ババアじゃないけど、どのババアも原千なんだよね。その隣の家の鬼姑も原千で、それでさ、昭和16年の仏様を出してくださいっつって恐山に行くじゃない。そしたらさ、俺はお前の父になるぞ、俺はお前の父になるぞって、また原千じゃねえかって。それでさ、どっかでお産がって言ったらさ、ただのつわれだ、なんとかでかんとかで六尺五寸なんとかで馬に触ってはならない。馬の名前も口にしちゃなんねって言って全部晴らせなんだよ。そうそうそう晴らせ何人いるんだよって。テラマワールドにおけるね、ババアの姓みたいなさ、ババアの姓がみんな腹いじみなんですよ。どのババアも同じ晴らせなんですよ。あれも俺あれがね笑っちゃったんだけどね、これ最初見た時にさ、またこいつまたこういう人だって。あったけど、うちの嫁は家計簿一つまともにつけられねえって言ってさ、その八千草薫いじめる時もさ、なぜかさ家族総出でさ、家とかさ先祖の写真をさ額に入れた写真をこんななって全員が必死になって写真磨いてるとか、めちゃくちゃだよね。もうツッコミどころ満載なんだけどね。でも面白い、面白い。なんかテーブルの下にさ裸の男がいたりするとかさ、おめえの下着はあの女が洗濯してから私がもう一度洗ってやってんだよ。私が洗ってからつれなんだよ。家の中に急に牛がいたりする人。そうそうそういやだからお菓子面白いんだけどね。いやー面白いよ。それでなんだかさ、でもでもうほんと駆け落ち騒動とかさ、これ犬の子だろうとか、まあね、犬の子はたたりがある、村にたたりがあるぞっつって、天井桟敷の看板女優さんだった新高恵子さんっていう人がね、まあもうとにかくこれもうあげつらうとキリのないもう映像のね、映像美の山ですから。なんでね、まあ寺山さん他にね、書を捨てよ町へ出ようとか、書を捨てよ町へ出ようなんて20代のまだね、平泉聖がね。そうですね。まあ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 そうですね。あれもみんなあれも白塗りだったね。そっかそっか。あとはさらば運ぶのです。まあこれ遺作になっちゃった。なるけどね。これは山崎努と小川真由美。ね。そうそうそう。あとは草迷宮だ。あともう山のようにね短編がいっぱいあるんですよ。あります。あるけどね。俺はやっぱりねこの一本ってなったら田園詩に尽きると思う。まあね。そう。もうねだから寺山さんがねこうきらびやかにね華麗にこの自分の人生にまぶしたさ、これはその肯定的な意味で言ってるんですよ。魅力あふれる嘘ね、その幼い頃家が焼けたと、実家が焼けたんだね。でそのねもらいびたか不審びたかでその運悪く焼けちゃったってことになってるけど、本当は違うんだ、自分がそのね引き出しに隠れて飼ってたね蛍がのそのねから発火して、それがね引火して、カーテンから何から紙からなんか燃やして、気が付いたら家がちっちゃな家だけど燃えてた。ね、それをさ、そのすごい詩的なエッセイじゃない、ものすごいそのね、まあ絵になるって言っちゃ悪いけど、そのそういう蛍の火から発火してなんて本当かと思うけど、でそれをさ自分で自分にそのこうね現在の自分が過去の自分に突っ込んだり、その逆だったりってするじゃない、それは嘘だと、僕の家は焼けはしなかったなんてね、いやいやどっちなのっていうような、それがさ絶えずその問い返され繰り返されるっていう、そういうねそのねだから。その実際に起こらなかったこともね、過去の記憶の、その起こらなかったことも過去の記憶の一つであり、それはね過去に実際に起こらなかったことも人生の事実なのだみたいな、そうなんですよね。だからそうだから人間は記憶を捏造するっていうのをさ繰り返し問うていく。そこにねその絶妙の彩りの添え方が寺山流のそのマジックっていうかさ、そこをねぜひね。ご堪能いただきたいなと思いますね。原田芳雄もよかったね。よかった。原田芳雄ね、八千草薫と駆け落ちする男の役で出てくるんだけどさ、あの感じがもう確立されたんだかな。あの辺からもうね、だからこちらじゃよっていうね。伝って止めてしょうがねえんだよ。そうそうそう。でそうなんかがさつなようで。こう繊細ね、乱暴なようできめ細かくてね、そしてこうさ本当に何の飾り立てもないんだけど、どっかがやっぱり救いがたく色っぽい。ああそうですね。それが原田。あれもこれそれはその色っぽさも出てます。出てます。でもとにかくあとはこれはもうねラストがやっぱりもう本当に。こう掛け声かけたくなるようなね。いやーお見事。パタンパタンパタン、いやいやいやおっていいよって今度歌舞伎じゃない言いたくなるようなその光景がどういうふうに広がるかはね、ぜひ現物をご覧いただいて、何遍見ても飽きないね、これは。その目でお確かめいただきたいと思います。寺山修司、今アンダーグラウンドの帝王ならではのね、極彩色の、ビジュアルイメージがどっと押し寄せる田園にシス、ぜひご覧ください。懐かしの新宿の光景を、ああ、ほんとほんと、はい、目の当たりにできます。